消防寺は愛知県豊川市赤坂町西浦にある新州、大谷派の寺院である。三号は大使山。陰号は上宮院。本尊は阿弥陀如来。聖徳大子が三河地域を訪れた際、赤坂上宮というところに大使を祀る道具を建てたことが創立のきっかけであるとされる。佐賀天皇の時代に満館商人が、 箱根神社再建の直居を得るため上京したが、その人に病を得て、大使堂にて療養し、公認7年10月2日に死去した。商人の弟子らは、大使堂を改築して、商人を回帰とした。鎌倉時代初期には、源の範頼の息子半円が大使堂に居住した。上映元年9月1日、浄土新州の海祖神乱が関東から帰京する際、 聖徳太子像を拝むため太子堂を訪れた。この時、半園は親鸞に教化されて弟子となり、なお、両親坊に寺を太子山上宮院消防寺に改め、天台宗から浄土新宗に改修した。宝徳年間に現在地に移転したが、明王年間に本堂が消失した。現在残っている本堂は、万円元年に改築されたものである。 明治23年4月3日、明治天皇が当時の宝物を展覧した。以下の15点が愛知県、または豊川市の文化財として指定されている。ありがとうございます。